皆さんの目の前に見えるのが人間ぐらいタイトルの発射場跡です。人間ぐらいタイトルは太平洋戦争末期戦局の劣勢を挽回しようと、それからの発射を進めていただきたいと、今日も親の方に専用に登場しました。この発射場は本番式ぐらい試験発射のためのため、要は訓練の時間です。これ以前の試験発射は、ウエス・ダイエンの発射場で行われていますが、ダイエンの軍事作戦を行ったこの発射場が完成し、もうここから発射されました。この発射場の炎を追加し、この地に大変なことが起こられた最後の攻撃部分を発射しました。最後の攻撃部分は、ここから発射場の攻撃部分は皆さんの目の前に見えるのが人間魚雷回転の発射場跡です。人間魚雷回転は太平洋戦争末期戦局の劣勢を挽回しようと、空からの神風特別攻撃隊とほぼ同じ時期に戦場に登場しました。この発射場は13式魚雷試験発射のためのもので、昭和12年に開設されました。